換しといたんですけど、キャブのガソリン抜いて、バッテリー外して保管してたんですけど、3週間ぐらい乗らなかったのかな。帰ってきて、今まで1年間乗ってきて一度もバッテリーの充電してあげたことなかったなと思って、あ、これはちょっとやってあげようかなと思いましたので、バッテリー充電器につないだんですけど、なんか満充電だったらしくて、全く減ってなかったらしくて、すぐに別の排気電力モードみたいなやつになって、充電が全くされませんでした。なんつうか、ありがたい、ありがたいですよね。ありがたいです。結構丈夫なんだなと。さて、ここはねバイクじゃないといけないです。バイクじゃないとねこの道入っちゃいけないの。タクシーとバスとねバイクだけ。だから車乗ってる人はこっち入ってこれないんだよね。あ、日の光？いや、まさかね。さあ、これでさっきの TCD と呼んでいたトリニティカレッジのあたりまで戻ってきたんで、朝ごはんのとこ行きますか。よいしょ、朝ごはんに行こう行こう。これは抜けねえだろうな。とにかくセントスティーブンスグリーンに出ないとしょうがないか。いや、出なくてもいいな、出なくてもいいな。これは行っちゃうぞ。アルアスですね、ダブリンのチンチン電車。新陳電車でダメですか、路面電車ルーアスですね。富山に同じやつが走ってるってマジですか。なんかどっかで見たんですけど、あれ川崎製かなんかなんですか。川崎重工製かなんかなんですか、あの車体が。全く確認もせずにいい加減なこと喋ってますんで、鉄道詳しい方教えていただければとっても嬉しいです。ちょっと興味あるんですよ。なんか胸熱じゃないです。日本と富山と同じこうチンチン電車が走ってるぜって。ちょっと僕そういうの好きなんですけど、前にあるこうなんていうんですか、トヨタが日本でもこっちでも走ってるぞみたいなのと一緒で、ちょっと胸熱になるんですけど。さて、どっから入るかな。あっち行ってそっち行って、でも駐車しないといけないもんな。駐車しないといけないからな。まあいいや、入っちゃえ。まあいいや、入っちゃえ。ホームでよし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 、右に曲がって、ここ左に曲がれるんだ。でこ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 、南側には行けないんだな。だからどうすっかな。ギリギリいけるのこの人。おお、足はつかねえぞ。てや、でこの辺で朝飯食います。左側にねあるんですよ。がここのね、テイストカフェってやつが朝から晩までね7日間やってて、休みがない毎日やっててね、すごいいいんです。あれやってほしい。
いやもう見ての通りで綺麗よね。ちょっと一服してから行こうかな。一服してから行きましょう。あ、そっか、ヘルメット取っちゃうと俺マイクがなくなっちゃうんだな。H&M ありますね。よっと、さてヤニカスでございますのでね、タバコを吸わさせていただきますよと。あ、かわいいね。へえ、いいじゃない。かわいいな。そうそう、おもちゃってのはね、本来こうあるべきなのよ。こうでなきゃおもちゃじゃねえよ。なんかゲームばっかりだな。うちの息子もゲームばっかりだ。ゲーム好きですけどね、俺もね。そればっかりじゃつまんないよね。あら、素敵ですね。こういうのはすごいヨーロッパ感ありますよね。こういうおもちゃがあるっていうのは。ここは食器屋さんなんですわ。ほら、おしゃれな感じでしょ。コートが。こういうのもどうなんですかね。俺見飽きちゃってるけど楽しかったりします。したそしたら俺もっとあげますよ、こういう感じの映像。あ、まだクリスマス。あ、売れ残ったんだろうか。一番奥まったところに。まだショッピングセンター入れないでしょ、きっとね。その前のところがね、でっかいショッピングセンターになってて、中にお店がいろいろ入ってるんですよね。あ、名前買ったか、ハリーズ。下がパブですね。上が生活医療なんか売ってるお店になってます。ダブリンね、そこら中にね、あのゴミ箱があるんですよ。そこにもあるでしょ、あそこにもあるでしょ。で、そのせいかね、ヨーロッパの中ではね、とってもね、綺麗だと思う。うん、街がすごく綺麗だと思います。ちゃんとね、灰皿もあるの、こうやって。でもまあ、みんな捨てますけどね。みんな捨てますけどね。また刺激的ですな。 As seen on TV、 テレビで見ての通り 70% オフって下履いてねえじゃねえか。おい、下履いてねえじゃねえか。履いてないのまずいだろ。あら、かわいいね。いろいろ吊り下げてあるな。これ楽しいね。さて、朝飯を食いに行こう。食いに行きましょう。行きましょう。テクテク。ここですね、テイストカフェ。あ、もう結構人入ってるな、やっぱりな。よいしょ、じゃあ切ります。一旦、まあ、切らなくてもいいのかな。
フルバックっていいんじゃないかな。外があるの嬉しいよね。ヒーターついてるな。ヒーターついてる。じゃあヒーターの下で、よいしょ、よし、じゃあ切ります。ソーダブレンドでしょ。ベーコン、モッツァレラチーズだ。すげえこれマッシュルームだね。でかっ、でっかいソーセージ2本にベイクドビーンズ、そしてブラックプディング、血のソーセージですね。お水にもねこうやってミント入れてくれるから、ここね、ほんといいんですよ。マジでいいです。おすすめです。はぁ、あ、朝からいっぱいなのもわかるよね。見てる見てる。モッツァレラじゃない、ポーチドエッグだ。うひゃー、うまそうだな、おい。ひょー、いやー、おいしかったな。驚きのおいしさだな、テイストカフェ。最高ですね。さあ、お家帰りますか。早く風邪治んないかな。それでは2019年も、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。